はい、友永美代です。今回はひんやり夏グッズを紹介したいと思います。それでは美代チャンネルどうぞ。最近本当に暑すぎてやばいですよね。もうびっくりして急いでね、夏グッズを購入して常備しています。まずはこちらです。じゃん。ハンディファンです。なんかちょっと耳がついてて恥ずかしいんですけど、なんか前に東京に行った時に暑すぎて原宿でね急いで購入したんですよ。でその時に買ったものなのでちょっと恥ずかしいんですけど、もうこれがないと外歩けないんじゃないかっていうぐらいめちゃめちゃ暑いですよね。なので日傘を持ってこれをこうやって持って歩いてるってことが多いです。あ2段階調節ができます。まあ軽いし熱中症になるのも怖いし、これをね持ち運んでますね。なんかめっちゃ曲がるんですよ。なんでこうやってしたりとか角度を変えていい感じに使ってます。でこれのいいところはここに充電があって、コンセントみたいな挿したら充電ができるから、それがすごく便利だなと思って変わらず今回も使っていこうと思っています。続いてはこちらです。じゃん。ビオレの汗拭きシートです。なんか今まではサラサラパウダーシートっていうものを使っていて、でも私が好きな香りが多分廃盤とかになっていてなくなっていたので、今回新しくね購入してみました。初めましてなんですよね。これ拭いた瞬間肌温度がマイナス3度って書いてあって、私は無香料のものを使っています。さっき使ってみたら本当にひんやりして、でスッキリしたので、あこれはいっぱい使えそうだなと思いました。ですごい大容量だしいいなと思って、なんかねわかるかな、生地がねめっちゃしっかりしてて、えすごいと思ったんだよね。なんかペロペロじゃないと思って、しっかりね全身これで1枚で拭けるんじゃないかなと思います。やっぱねこういう首元とかが一番汗かきやすいし、ベタベタすると気持ち悪いじゃないですか。だからこういう場所に主に使って、まあ、腕だったり足だったりとか全身に使えます。めっちゃスースーする、すごい。で続いてがこの2つです。じゃん。最近よく YouTube で登場する白です。こっちがアイスミントボディローションで、こっちのスプレータイプの方がアイスミントボディミストになっています。この2つめっちゃすごかったです。予想をはるかに超えてきて買ってよかったって心から思いました。こっちはねこんな感じでボトルタイプになっていて、見えるかな、こんな感じでサラサラとしたジェル状のものになっています。ミントの香りがするんですけど心地よいです。目とかにね入るのは危険だと思うので顔はダメなんですけど、まあ、こういう手元だったりとか首元だったりとか、あと足首とかに塗るとめっちゃスースーしました。もうさらに追加で1本ずつ頼んでストックしておこうと思ってぐらいお気に入りのものたちです。でこっちがミストタイプになっています。多分これも首元だったりとかに振るといいんですけど、ちょっと今分かりやすいように手に振ります。見えるかな、こんな感じでスプレータイプになっています。どんどん私の手がひんやりとしていく。うん、これもミントの香りだけど、どっちかっていうとこのジェルの方がしっかりとミントだなと思います。でひんやりさもジェルの方がすごかったです。でもこれは持ち運びがすごい便利なサイズ感なので、香水と一緒にバッグに必ず入れておこうと思いました。でそういう香水とかと匂いが重なっても大丈夫なくらいすごい爽やかな香りなので邪魔しないんじゃないかなと思います。パッケージもクリアになってい
てすごい涼しげでいいなと思います。この2つはねぜひ皆さんに使ってみてほしいなと思うアイテムです。ということで私の夏のひんやりグッズを4つ紹介しました。皆さんいかがでしたでしょうか。今年はねまだ6月とかなのにすごい暑いので熱中症に気をつけてねこういうひんやりグッズを使って対処していこうかなと思っています。楽しかった方、参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。ありがとうございました。